都市と農村の交流促進や中山間地域の活性化について考えるシンポジウムが開かれました。海彦、山彦、町彦の集いは23日午後1時から笠岡市中央公民館4階集会室で開かれ、市民およそ80人が参加しました。開会に先立って農林水産省中国四国農政局の藤川俊信農村振興課課長補佐が、子ども農産漁村交流プロジェクトや21年度の農林水産省の取り組みについて話し、都市と農村がもっと交流し、地域の実情に応じた創意工夫ある取り組みを行っていきましょうと挨拶しました。続いて、農産漁村の活性化とグリーンツーリズムと題して、NPO 法人広島根事務局長を務める小田博之さんと、イザリの未来を考える推進協議会の草野雄作さんが基調講演を行い、それぞれの特色ある活動を紹介しました。基調講演の後、真鍋島在住で笠岡島づくり会社の近藤慎一郎さんも参加して、都市との交流で広がるふるさとの可能性をテーマにパネルディスカッションが行われました。この中で近藤さんは、地方は都市化しようと意識しすぎている側面がある、実は自分たちの地域の良さを分かっていない、そのため自信が持てない、自分たちの地域の良さを再認識し、ふるさとに自信を持つことが大切だと話しました。また、徳島市伊佐里地区で活動している草野さんは、新たな交流の場として漁業に携わる人たちが運営する漁村カフェをオープンした。私の住む町は50世帯が暮らす小さな農村集落だが、毎日客足が後を絶たない人気スポットになり、成功を収めている。行政からの支援を諦めることができたことで、自立した活動ができるようになったと話しました。参加者はメモを取りながら、真剣な表情でパネリストの話に聞き入っていました。